天神口豊富駅は、山口県豊富市恵比寿町一丁目にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅。開業時の駅名はサンタジリ駅。構内1991年下関方から、高架工事中の駅構内線要線の後現在は、島式一面二線のホームを持つ、高架駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。 駅構内には、緑の窓口、緑の券売機がある。2009年3月には、改札口からホームへのエレベーターが設置された。南北2カ所ある、駅出口にはそれぞれ愛称があり、北口は、豊富天満宮にちなんで、天神口、南口は、三田尻中間港にちなんで、港口と名付けられている。高架構えの豊富駅構内。 左手上側の貨物上屋の上側の詰書群が、豊富保線区、左手下側に宝石鉄道の駅舎と、法務省和初期までは、法務右手の側線三線の右手にレンガ作り四線の、サンタジリ機関庫や転車台が存在した。1977年までは、法務横の側線三線の右手に、数棟ある詰所の文字側、側線に挟まれた箇所にサンタジリ機関庫。 設置時代からの高架給水塔が存在した。貨物駅が設置されており、画像上側方向へ3線伸びる。右手の線路が、金棒、京和発行、仙培校舎工場方面への企業引っ込め線になる。画像下側の3線の内右手の側線は、下り引き上げ線。高架工事開始までは、貨物入れ替え用に、朝木管区の出が常駐していた。現在の高架駅舎は、 島式ホーム右手の側線部に存在し、地上駅舎時代のホームは、天神口のロータリーに、旧機関庫周辺に港口、保線区の周囲に、豊富地域交流センターのアスピラーと、側線右手にある宝酒造豊富工場の場所が、4豊富店となっている。豊富駅高架化工事に伴い、木村久志県が一旦休業後、一回コンコースへ、店舗を再開した。 現在は閉店し、合詞店になっている。元々の出入口のあった天神口周辺が、古くからの市街地であるが、連続立体効果に合わせた港口西側の区画整理が完了し、開発が進んでいる。ルルサス、豊富駅前から北に向かって、山口県道54号豊富停車場線が伸びる。三田知里中間港天神口に四面。 港口に3面の7面のバスターミナルを有する。バス発見窓口は駅舎にはないが、傍聴交通案内所が天神口近くにある。傍聴交通の豊富市内線の拠点となっているほか、中国 JR バスも乗り入れる。1番乗り場、4番乗り場、5番乗り場から7番乗り場、すべて傍聴交通が使用。1日の平均乗車人員は以下の通りである。 1900年に大和田武樹が作詞した鉄道昇華第2週25番の歌詞はサンタジリ駅を題材にしている。出船入船隊間なき商業繁華の三田尻は山陽線路のりにいて馬席に伸ばす汽車の道当時は馬関駅開業前でサンタジリ駅が山陽鉄道の終点駅だった。この後鉄道昇華では徳山駅まで一旦戻って回路で 文字へ行き、そこから九州鉄道線に入っていった。ありがとうございます。